www.videonews.com。 また今週も、継続して有識者会議がもう一本ありました。これだけあと一本やりましょう。総合資源エネルギー調査会基本問題委員会が、ずっと原発に関しての集中討議というのを、やってたんですが、それが、今日が最終ということで。どうぞ最終ですか。原発についての会議がね、他はまだその先ありますよ。だから原発の集中討議をやりましょうと、必ずしも噛み合った議論ではなかったようですが、ちょっとこちらをご覧ください。今回の原子力安全規制に対する新組織も大きな前進だと思うんですけども、一方でもっと大事なのはこういう規制とか組織だけではですね、今回のような事件を完全に防ぐことはできないんじゃないのかなと。まあ、もちろん設備が破損しないようにするのが第一ですけど、仮にそういうことが起きても、その20、30、40のですね、安全対策を講じて、今回のようなことは絶対起きないといった、そういう防災ノウハウをですね、防災のソフトをきちっと整備することが大事で、それを指導することも非常に重要なことだと思います。優秀な人材の確保と専門力の、これ大変重要なことだと思います。で、特にその NRC とのですね、違いを見ると、人数だけではなくてですね、本当に彼ら優秀な人を育て、持ってきて育てるシステムができているんですが、この点についてですね、これからどういうふうな仕組みを作ろうとしているのかについて聞きたいかと思います。以上です。非常に単純な疑問ですけども、経産省ほどでないにしても環境省も推進派だったんじゃないかっていう理解もありますので、独立性を強めるならばなぜ環境省なのかなというところが一つ、すっきりしないというところが残るというのがまず一つです。規制の問題ですけれども、透明性の確保が大事だとか言っても、ずいぶん前から指摘されていながら、規制機関の独立というのはしなくてよいと、この審議会なんかを聞いていますと、もう十分に規制しているとかいうことで、その利害関係者の方からですね、そんなことをする必要がないというような意見で、見送られてきているわけですよ。規制当局と原子力業界ですねの人的な切り離しっていうのを行政的な仕組みでどう確保するのかということはとても大事だと思うんですね。結局は人事に尽きると思っています。災害対策本部にしろ、防災計画にしろ、オフサイトセンターにしろ、もうあったものなわけですから、それが機能しなかったっていうことは、人がうまく使えなかったって、もうそれに尽きると思っています。そこでお聞きしたいのが、何点かあるんですが、480名ぐらいの規模を考えていらっしゃるっていうことなんですが、どれぐらい、どこの役所からどれぐらいの数が出るのか。で、民間人、トップは民間人にするとかっていう発言が報道されていますが、480名のうち、いわゆる役所外の方はどれぐらいの割合になるのか。で、役所については、これも報道では片道切符にするとかっていうふうなことが言われているんですけども、どのような状況になるのかっていうことです。どういう人事、人材がどこから、どの役所から取り掛かるのかと、あるいはその民間からどのくらい採用するのか、ここにつきましては、まさにちょっとこれからですね、4月1日のその発足を目指して、検討していくということになります。はい。今今回は、その原子力に関する集中討議の中で、4月に発足する原子力規制庁の在り方についての、意見というのが出されたと。で、皆さんに言われてるやっぱ人事が問題だと、なんで環境省なのかっていうことを疑問視する人もいました。つまり経産省よりはまだマシだろうって言うけど、今まで環境省が原発を一生懸命そのブレーキかけようとしたっていう事実はないので、経産省から剥がせば自動的に OK だっていうのが、ただ利権がこっちからこっちに移るみたいにも聞こえるっていうことと、それから、トップは、人事 その原子力規制庁のトップは民間人にするっていう話になっていたけど、民間人っていうのも元官僚とかも民間人ですから、まずそれがどうかと。それから480人で発足するっていうことなんだけど、その比率がどうなるんだと、どれくらいの人間が役人で、どれくらいの人間が、
民間なんだということを、そういう質問だったんだけど、最後に事務方の答えとしては、要するに、今まだ決めてないと。で、4月発足ですよ。今もう2月ですよ。決めてないわけがないですから、決まってるんだけど、多分今言うとどうのこうのでしょう多分、ただこれは非常に大事で、要するにここが例えばストレステストの評価とか、今後そういうことをやっていく新しい受け皿になるわけでしょ、だからこれはもしかすると今までの中でエネルギー政策の 本丸のね、対抗とか、あとあのエネルギー基本計画の次ぐらいに大事な問題なんじゃないですか、この規制庁っていうのは。どういうような編成にしていくのかっていうのが、規制庁だからチェック機関ですからね、チェックの役割を果たし得る資格のある人たちなのかどうかっていうことですよね。能力的にも立場的にもですよね、でそれがどうもまだ決まってないということが、あるいは決まってでもまだ言わないということが、まあ、今回の資源エネルギー調査会の、基本問題委員会ではっきりしたということで、どうもその辺のところに対する世の中の関心もそんなに高くないような感じがすると。ただそうすると、まあ、今はまだね、原子力安全保安院とか原子力安全委員会という、あの事故を、まあ、止めることができなかった体制が今のところ、今回のストレステストなんてチェックしてるわけですよ。でストレステスト、もしこのまま今の状態で OK を出して再稼働させるんだったら、そのチェックしてる主体は旧レジウムですからね、だからそれはちょっと非常に問題だと。ただ4月からでしょ、で微妙なわけですよね。4月の末に全停止するんですよね、原発はね、まあ、厳密に言うと5月4日かなんかまでなんだけど、全停止するんですよね。だからちょっとなんかその辺はかなり際どい感じになってきてるように思うんですけども、なんか原子力規制庁のあり方についてありますか。まあね、これは分かりやすく言うとですね、あの年限が決まってそれを超えると流れが変わっちゃう問題だと思うんですね。で要するに現在のある年齢よりも上の方々のその将来計画から言って天下り先が消えるのは困るということで、そのために独占供給体制が維持されねばならず、でそのためにはあの独占供給体制を支えているいくつか その柱をね、温存しなければならないというところから、来る流れだと思うんですね。でどの道で財政の破綻を招くのか、あるいはあの、まあ、不景気で日本がですね、あのもっともっとひどい状況になるのか分かりませんけれども、さっき申し上げたそのゲームをするにもプラットフォームはもうダメだよねっていうふうになって初めてですね、もう既得権益ありませんので、あるいは消えてしまった、あるいはほとんど少なくなってしまったというところから、おそらく新しい流れ、つまり新しい勝ち馬、新しいバンドワゴンに乗りましょうっていうことになって、お役人さんたちもね、それは5年後なのか10年後なのかよくわからないけどなるんでしょうね。でそれまでは残念ながら力を持ってらっしゃる方々は既得権益が温存されることに金曜なりがいを持っている方々で、彼らが決定権を持って審議会の人選も行う、原子力規制庁の人選も行う以上ですね、できることはたかが知れている。でなおかつ我々はそのような例えば政治的人事について国民的なチェックが可能な仕組みを持っていないし、仕組みがないことについての文句も言ってこなかったし、メディアもそのことについて何の反応もしていない以上、お手上げですね。まあ、あの既得権益なんてね、もうほとんどなくなってるっていう話だけれどもね、先週の高橋大地さんも、まあ、独立行政法人なんかで、まあ、要するにあの特殊法人ですよね、だけで、まあ、200兆とか分ぐらいの財投がつぎ込まれてると、で毎年おそらく数兆円くらいの単位でお金が入ってるから、それを全部潰せばまず一時金として、まあ、半分でも100兆と、100兆ぐらい戻ってくると、それから毎年の数兆円も浮くと、それでね、まずそもそもそれが、でそれでじゃ原発関連、今日の安富さんの話の本にも出てくることなんだけどもね、平成21年度、だから2年前、今今年23年度ですよね、21年度の原子力関係、原子力研究開発及び利用に関する計画というレポートにね、原子力関係経費ってのが出てくるんだけど、総額4557億円ですよ。
一般会計から1158億円、特別会計から3399億円と、大半特別会計で、それがだからどこにどう回ってるのか分かんないけどそっちに行ってると。で、省庁別では文科省が2522億円のトップ、経産省が1933億円、なんですよ。で、外務省が81億、内閣府が18億と。研究開発は文科省にね、合体された幹事長がもともとやってた、幹事長で、まあ、文書とか全部そっちに行ってるわけだけども、うんね、ただね、行くとこにはまだ行ってるわけですよ、その既得権益というかで、なんというかですね、でこれのうち、まあ、その原子力なんとか機構みたいなのがわーっとあるじゃないですか、これどこが一体いくらその回ってるのかっていうのは、まあ、これ一個一個調べてきゃ分かることなんだけど、もう無数にあるわけですよ。で原子力だけじゃなくて、その電力とかも入れるとですね、これはもうA4 何ページもあっても入らないくらいたくさんあるんですね。でそこに全部財政投融資とか、あるいは毎年予算がついて、調査名目とか研究名目とかがついてるっていうのはまだまだあるので、ここはこれだけのことがあったんだから、本当はその引っ張がしっていうのが始まってなきゃおかしいんだけど、そこなんか始まらないと思わない、その話、でもその高橋さんのおっしゃったように、その日本語で言うところのサボタージュが怖くて、役人に手を突っ込めないもう構えに民主党の現政権がなっているので、そこは期待できませんってことでしたよね。でしかも財務省も別に財政再建なんかほっとはしたくないと、いうことなわけでしょ、だから今ステアリングを切れる人間たちは切ることについての全く動機づけを持っていないということですね。まあだからちょっとこのまんまの、要するに今のまんまの体制でストレステストの評価なんかできないだろうって、じゃあ規制庁だって、規制庁作るだけに、そのもっともう一段上にある構造に問題があるから、法案院もダメだし、ってことはそこを直さなきゃ多分規制庁もダメでしょう、これは。だからちょっとそこがね、ただ単に保安院の代わりに規制庁を作りましたと、人事でとりあえずトップに民間人を持ってきて、これだけ民間人入れてますっていうような、まあちょっと体裁は整えるかもしれないけど、どうも、まあ、委員会の人選と同じですよね。内実は伴わない可能性がありますよね。どの道少数派にしておいて言い訳に使う、で、あるいは正当性の調達に使う、民間人も入ってますとっていうようなことにこのままだとなります、で、まあマスメディアの関心もほとんども今ないし、この問題に発表になった時にちょこっと書くんでしょうけど、それでも多分一過的なもので終わりですよね。これではダメですね。これでは本当変わんない可能性があるんじゃないかなというのがちょっと心配になっているところでね、まあちょっと委員会をこの後、もう本当にそろそろ委員会があれ、そのラストスパートに入ってるんですよ。でこれで春に向けて一気に意見集約を図って、で提言、まあ、答申なのかな、委員会だから答申、ということなんだけど、その頃注目しますかね皆さん、そのエネルギー政策の、最近あるこれ東京新聞のね、割と立場のある記者さんに聞いたんですけど、いやもう脱原発は KY なんですよって、流れがねもう変わってるんで、ちょっとって感じ。これ最近ネットでも話題になってるけど、渡辺謙さんの俳優のね、のダボス会議での、演説スピーチ、実はその脱原発のところに非常に大きな力点があったのに、東京新聞を除いては全部そこを報じなかったって話が出ましたけれどもね、これもまあ、要するに12月16日の収束宣言以降、なんとなく空気が変わっていて、そこをメディアがね、まあ、簡単には彼らもその収益産業、収益を得なきゃいけないのでね、人々が嫌がることはちょっと出しにくいなみたいになってて、おそらく控えてるんでしょうね。今や東京電力のですね、スポンサーシップ等の影響力をネタにした影響力っていうのはさほど大きくないし、その意味で僕もメディアでですね、結構自由自在に脱原発方向の発言をして、それが放送されたり紙面に載ったりしていましたけれども、どうも12月16日以降は流れが変わっているような気がしますね。だ結局はスポンサーがどうこうとか、いろんなネタがあってね、それが原因だっていうようなふうに言ってるけど、やっぱりまあこれ言ってきてることはやっぱそこじゃないんじゃないかと。つまり一人一人のもうなんて、その身の処し方って言ったら変ですけども、そのレベルの問題だっていうふうになって
言わざるを得ないですよ、まあ、考えると空気読んでポジション守るっていうね、そういう構えのせいじゃないかと、だからその結果としての、まあ、スポンサーだとかなんとかで、どっちが先かというと、どうもそっちが先のような気がしてきてね、でも結局これだとね、宮田さんね、よく繰り返し言われることだけど、それこそあの、まあ、今日のゲストの安富さんは本当は満州事変あの前後 その日本の経済が専門ならしいんだけれどもね、あの時にもう全く抗えないような勢いでものが進んだのに、同じように原発が同じような構造があると、まあ、思って原発の歴史にすごく関心を持ったっていうふうに安富さんは言ってるんだけど、どうも今のこの感じもね、終わってから その事故の後のこの感じもですよ、あの収束に向けての動きっていう意味でね、もう抗えないもとか抗えるとかじゃなくて、なんかものすごい大きな力が働いてるような感じしません？でそれが何なのかっていうのは、まあ、空気って言っちゃそれまでなんだけども、もうちょっと言えば、じゃあその山本七平の言う空気とはの正体とは何なのかっていうことなんだけど、なんか宮田さん仮説をお持ちですか？その空気の正体とは何なのか。山本七平さんご自身によると、うん、空気はその生々しい出来事、まあ、厳然性によって一挙に変わると。でそれは例えば天皇陛下の崩御によって変わる空気、天皇陛下のお言葉によって変わる空気、大災害によって変わる空気、原発事故によって変わる空気、敗戦によって変わる空気、いろんなあのきっかけがあるんですけど、議論などによっては絶対に変わらないのが空気なんだっていうことですよね。でその生々しい厳然性が、つまり目の前に現れる生々しい事態が、どういう形を取るのか次第でどうとでもなり得るっていうのが彼の議論のやっぱりポイントですよね。でも例えば確かにね、満州、まあ、六曜公共事件って今でもこれはね、あのどちらが中国側があの、仕掛けたのか、あるいは日本側があの、まあ、日本側がなんかどうも空砲を撃ったのがですね、出発点らしいけれども、その後どっちが実弾をね射撃したのかよくわからないっていうね、話で、しかしそれも曖昧なわけだよ。これもだから僕さっきの文章を残さない問題でよく似ていて、何かここは問題なんですよ。でなおかつ、ただ石原幹事がね、ずっとほらこれあの要するにロシアと中国、あのソビエトと中国を二つ的にすることはできないということでね、あの中国への戦線拡大に徹底して反対してたんだけど、結局その石原幹事は外されて、あの内閣は陸軍参謀本部を含めてですね、まあ、一挙に中国を徹底して叩こうっていう話になっちゃったんですよね。でその結果いわゆる15年戦争といわれる泥沼に陥って完全に疲弊をしていくっていうことがあった。でもそこでね、だから大事なのは、あの合理的な理屈を、ね、その全く合理的な理屈を使って石原幹事言ってたわけですね。あの当たり前だけど、あの戦争の歴史を考えればですね、あの中国とあえて戦わなくたってですね、中国と日本が戦っている、あの日本とソビエトが戦っている時に中国が介入してくるはずがないんですね。なぜかというと日本が勝つかもしれないから、ソビエトの戦いにね、なので必ず傍観するはずなのだから、あの敵を作らない、余計な足手まといを作らないっていう意味では、あの大陸不拡拡張をしない、拡張路線をしない、不拡張っていうのが正しい方向なんだけど、でそういう理屈が分かっている人が多かったと思うけれども、やはり拡張路線になっちゃうんですよね。でそれはやはりあの組織の中の自分のポジションを保つためにはそれを言わないとダメだと。でそのためには実は合理性を判断するよりも、結局どっちが、簡単に言うとどっちの結論が出るだろうかって先読みをするわけですよね、この内閣でやっぱり改選決定ということに最終的になるだろうと。で勝ち馬乗りたいと。そう、その時に自分がそれに反対してた場合には干されると。しかもその勝ち馬予想がかなり美人コンテスト的で、うん、期待値が高くないっていう問題があります。そうなんです、自分自身が望んでないっていうね。高くなくすれば当然低い方に、まあ、美人コンテストは行きますよね、そこはなぜなのかってことですよ。つまり、まあ、信頼が低いってそれまでなんだけど、この内閣だと多分こう決めるぜっていうエキスペクテーションがあのものすごく低いところに集まると。そしたらそこの低いのに合わせるのが勝ち馬乗る行為になると。で結果的にそこに集まりますよね。だからそれが美人コンテストで優勝するんです、間違いない。そうなるとなぜそこに行くのかっていう意味では、やっぱりみんながその基準をここに設定すればですよ、
ここになるんじゃないかと、つまりここが美人コンテストの対象を取るんじゃないかと。確かに。ということは誰かが、皆さんがここに行くのがなぜかっていうのがその空気のですね問題なんじゃないかと思うんだけど、それはなぜなのかっていうと、あの今もジムさん答えをおっしゃってるよね、うん、つまり自分たちの民度についての低い見積もり、低い信頼、うん、これが大きな原因ですよね。でもね僕はここだと思ってるんだよって自分のこと思ってるんですよ。でも、まあね、今の政府や今の日本人ならここに来るだろうって思ってここに投票してるんですよね、うん、それがわからないんだ。自分、それは逆に言うと、あの自分は自分に対するある種の選民意識、選ばれた意識がないと、俺はここだけど、まあ、普通の日本人ここだろうみたいな思ってここに投票するっていうことには普通ならないじゃないですか。そこがいまいちわからない、エキスペクテーション、そのエキスペクテーションの低さの原因が、うんうん、もう自己保身がね優先順位の上の方にあれば、うん、後で言い訳できるじゃないですか。自分自身は内心忸怩たるものがあったが、うん、権限がなかった、うん、抗えないと思った、うんうん、なるほど、うんうん、まあここに投票しといた方が安全なんですよね、うん、あのここに行ける可能性もあるけど、うん、こっちはアンビシャスでやると。そうですね。そうするとここだと失敗する可能性があって、うん、勝ち馬乗れない可能性があって、うん、ここに投票しとけば、まあここの実力があったって、うん、結局ここに同世代ここになるんだったら、うん、絶対ここは行けるじゃないですか。そうです。そうすると安全な株っていうことになる可能性があるってことだ。 その時にね、この当然、いやいやそれ安全って言うけど、それだったらみんなその敗戦によってね不利益を被る、うん、つまり例えばみんな死ぬかもしれないよっていうふうに言われてもね、うん、どうせ死なばもろとも、うん、みんな死ぬならいいやみたいな、そういうことでしょう、うん、だからそれがね、あのなんか公共的なマインドからかけ離れてるんですよ。うん、そうすると船を絶対に沈めないっていうことが優先順位じゃなくて、沈む時はみんな一緒だってこうなっちゃうわけでしょ。そうすると本当に美しい人は対象、美人コンテストの対象を取れないんだ、うんうん、でも実はみんな心の中でひそかに本当にあいつが一番だなと思ってる人がいるかもしれないんでしょ、幻のナンバーワンですね。それちょっと辛いな、うん、でもまあちょっとね、今回の規制庁についてもこのままだとまずいなという感じを持っていて、なんか給与の策ありますか、宮根さん。このままでは規制庁もろくなもんなりそうもない。だから何でも申し上げてることだけれどもね、あの国レベルはその役人のそして政治家の人材を見てもね、あの党を組み替える、あるいは政局が動くとかっていうことによってどうにもなるならないと思います。その程度のことでは無理だと、うん、だからそこに僕たちあんまり期待をしても消耗してしまうので、うん、やはりあの企業、まあ、事業者やね、自治体がやっぱり自治をね、うん、貫徹して、分かりやすく言えばあの、ね、自分たちのところを自分たちで変えていくっていうことを、心がけ、実績を残すってことしかないんじゃないですかね。手の届く範囲ってことですね。ですね、うん、まあよく言われますからね、家族も説得できてない人が国民を説得できるかみたいなことを言われますからね、うん、家族、母さんの時だっけ、家族、奥さんを説得できないみたいな話だったんだっけ、なんか忘れましたけど、うん、なるほど、手の届くとかだからですね、アームズレンスですよね、うん、はい、まあちょっとじゃあ嫌な感じですが、引き続きこれは見ていきましょう。もうこれ継続的に見てるの多分もうはっきり言ってうちくらいしかないですからね、ほとんど KY っていうか物好きみたいな感じの扱いになってきてると思いますけどね。僕は大真面目で見てるんですけど、この有識者会議はですね、でこれ注目してって、これから政治的にまず政治の段階に入って、で国会の段階に入ってどうなっていくかっていうのは、まあちょっとしっかりとしたあの、目撃者にならなきゃなというつもりでやってるんですけどね、ちょっと引き続きじゃあこれを注目していきましょう。今日の本編についてのポイント一つだけ、宮田さん。あの東大和法、あ、もうデータバレしてもよろしいですよね。もちろんサイトに出てますから、うん、はい、あのですね、この原発危機と東大和法というこの5本があるのです、はい、安富歩さんという方がですねお書きになってらっしゃいます。今あの東大のですね、東洋文化圏の、うん、先生でいらっしゃるわけですけど、若い、僕らより若いですよ。そうですね、63年生まれなんですよね、うんうん、で、まあ、彼がですね、もともとはあの経済史の研究者であるわけですけれども、うん、まあ、いろんな経緯もあってですね、あのでも原子力に限らずですね、日本のその愚昧な政治的な決定の背後に独特の東大和法と彼が名付けたね、うん、コミュニケーションの作法があって、その作法の特色は20のその箇条書きによってですねまとめ上げることができる、うん、でこの20の箇条書きを見てからですね、皆さんですね、いわゆる原子力に関する有識者会議の議論のとりわけ原発推進側の方々の委員の方々の発言を
見てください、あこれに当てはまる、あこれに当てはまるということで、なんか宝探し、間違い探しを見つけて喜んで、嬉しくなっちゃうのと同じような嬉しさを存分に味わうことができます。はい、そうですね。でその有識者会議もそうだし、その他にも随所にあると。それからこれは東大法って名前がついてるけれど、まあ、東大に限らず日本全般にこうした、まあ、和法というものが、はびこっていると。それでこれがまさに原発を、まあなんていうんですか、暴走させた原因になっているんではないかということが、まあ、安富さんがですね、今回あえて原発危機と東大和法という本を書いたきっかけだったということだったので、まあ、ぜひ見てみてください。まあね、要はね、何が真実なのかを見極めることが、うん、コミュニケーション目標には一切ならず、それあんま簡単には自分自身 の, そのポジション、ステータスの維持に役立つのであれば何でもありのコミュニケーション、真実についての隠蔽捏造何でもあり、うん、それが東大和法の特徴ということになりますね。何のために話してるのかっていうことをちゃんと見極めましょうというような、うん、まあ、教訓ですよね。うん、その上でこの和法のルールというのを知っておくと、うん、見極めやすいということかと思います。まあ、本編の方もじゃあぜひ、ご覧になってください。それではどうも。